0 0、e、線型電車は台湾鉄路管理局の動力集中方式の電車である。両端の車両が共に動力車となっている。台湾ではプッシュプル方式電車を水平車下式電車と呼ぶが、香港では単に電車として表記する。本車両は自供号に充当されプッシュプル方式であることから PP 自供号と呼ばれる。 先頭の動力車と中間の付随車とで製造メーカーが異なり、南アフリカのユニオンキャリッジワゴンが製造した動力車が64両、韓国の現代成功が製造した中間車が336両、存在する。この他、東久差鉄鋼所が製造し、内装デザインの異なる中間車が45両あるため、総量数は445両に上り、 単一車種としては大鉄史上最多の形式である。1996年に第一編成が台湾に到着した際、台湾では初の流線型車両で、当時の動力分散方式の自強号と大きく違っていたため、多くの鉄道ファンの関心を引いた。数ヶ月に及ぶ集中試運転の後、同年の中秋節休暇2019時、 袋は1020時,時強競で EMU100 型に代わって台北高尾直通列車の運用についた。知名度を上げるために運用開始後に発行された時刻表の表紙に何度も登場し市民の注目を集めた。編成数がある程度揃うと大鉄は多くの時強豪を E1000 型での運行に改めるとともに時強豪の大増発の要望には停車駅が比較的 少ない巨工号の自強号への格上げで答えた。しかし初期は運用車両に慣れていなかったことと、巨工号を格上げした列車のスピードアップをしなかったので所要時間が長く人々の不評を買った。1996年3月24日のダイヤ改正では、自強号の大増発とダイヤ見直しが行われ、ようやくい、e、線型が自強号の主力車両となった。 ギラン宣伝化完成後2000年5月3日には、初めてラヒガシまで入船し、一部のディーゼルカー自強豪にとって変わった。この改正で、初めて PP 速が始まり、良好な条件で最高の能力を発揮できるようになる。大鉄は4本の自強豪で最高速度時速 130km での運行に挑戦し、台北高尾間の所要時間を再び4時間以内に、 短縮した。2004年9月時点での最速列車は途中対中、昇化台南に停車して3時間59分で結び、途中の海洋市では、同種別の自供号を追い越していた。しかし、台湾高速鉄道開業後は途中停車駅が多くなり一部の列車を除いて、現在は4時間50分から5時間程度の所要時間である。 2003年7月4日の北めぐる線全線、電化完成で、電化区間は彼まで延長され、さらに2014年6月の台東線電化完成等で、E 線型の運用範囲は徐々に拡大し、北のキールンから、南の長州、東は台東まで足跡を残している。南めぐる線の電化後は、台湾鉄路の主要3路線すべてで運用されているが、 東部幹線では、太と角号、広し雄馬号、ディーゼル車による、自強号が主力であるため、本系列は、西部幹線での運用が多い。特に、台北高尾間直通の自強号は、広しゆうめ号で運行される南港、長州間運行の最速達列車に往復を除いて、すべて、E 線型の運用である。現在、本系列は、 最大32編成を編成することができる。西部幹線を中心に運行されている。他の3組は保守、修理用で、1組は救援車として、紹介機に配置される。また、古い EMU300 や EMU1200 の状態が不安定なため、故障やメンテナンス時に本系列で代走することが多い。以前は、代走専用の給料編成や重量編成を、 蘇生していたが、現在はすべて定期列車と同じ12両編成である。E1000 型電動車と食堂車貨物室、E1000 型の最大編成は2両の機関車を含めて15両編成だが、初運用時は11両で、後に12両に変更された。2002年に6号車に食堂車が組み込まれ、13両編成となる。 食堂車運営の競争入札は新東洋が、応札したが、多額の損失を出し契約を解除している。しばらくそのままになっていたが、PPD2500 型食堂車は入場、改装され、食堂設備が撤去され貨物室が設けられ、速達郵便車として13号車に連結された。日本の新幹線便に相当するが、当局が積極的ではないために、 あまり普及しなかった。その後、貨物室はさらに2両を自転車積み込み用車両に転用。後には再びラックを外し、一部の車両にはシートベルトを付け障害者用車両としても使用した。2017年には PPD2500 の20両を親子車に改造して、形式を PPD から PPP に変更した。設計上の問題で、 発射時に、客車内でもわかるくらいの大きなショックがある上、高速走行時に共振現象を起こしたが、大鉄機務所が解決策を講じたので高速時の振動問題は、すでにあまり見られなくなっている。2004年中頃から設計上の問題から故障が頻発し、途中で走行不能になったり大幅な遅延が発生したりして、大鉄は多くの非難の声を浴びた。 運用本数を減らすために、当局は2005年8月から、e、E1000 型を4本の定期列車と休日の増発列車から一気に外し、車両の状況が良くない編成には、候補機をつけるなどの対策を取った。観察院神警部の調査によって大鉄の E1000 型の契約管理上で多くの問題があることが分かった。現代が、事業統合でロテムを経て現代、 ロテムとなった際に大鉄が必要な措置を取らなかったことと保証期間が過ぎた後補修用部品の製造が止められて多額の損失をこむった。またロテム側は早々に台湾を離れ関係各社も保証には積極的ではない状況で故障が頻発する様になってようやく発覚したのである。主電動機に重大な瑕疵があるというのが 故障原因として多く、予備部品がないので補修も困難となっている。現在対鉄の主力車両の E1000 型、EMU500 型、EMU600 型すべてが、旧現代成功ロテ無制のため、メーカーの補修部門が撤退した今、主力車の前途に不安が出た。こうして、全交通部部長の林良さんは、韓国メーカーの入札資格を停止。 これに、韓国政府が調停に乗り出したが、解決の糸口は見えない。幸いなことに2006年末からテム戦型を導入し、運用が開始されたため、運行車両の数が確保され、再度運用本数が増やされた520両を受注し、台湾市場に再進出することになった。2019年1月、大鉄は、日立製作所と本形式の後継車両なる。 EMU3000 型電車を契約したと発表した。大鉄発となる12両固定編成で本形式を上回る。大鉄史上最大となる50組600両を導入する。日光参りスペーシア塗装ありがとうございます。